ポラロイド社のロゴポラロイドは1937年にエドウィン・ハーバードランドが創立したポラロイド社の略称または同社が開発したインスタントカメラの通称。ポラロイド社は拡散転写法によるモノクローム及び拡散転写法による天然色写真術によるインスタントカメラ及び変更版及び拡散転写法に係る隠し観光材料の製造販売及び 拡散転写法用のインスタント写真用各種工学機器の製造販売、立体変更度を立体画像にかかる工学機器と観光材料のメーカー、また講述するペターズグループワールドワイド社によるポラロイド社の買収時に事業を拡大したデジタルカメラや液晶テレビ、DVD プレイヤーなど情報家電のメーカーでもある。ランドの当時3歳の娘がどうして撮影した写真がその場で見えないの との単純な画像形成法の短縮処理に関する疑問を発した時から、ランドは拡散転写法による画像形成の研究開発と解析、工学機器の開発を開始、その後ついに1947年、アメリカ工学会でインスタント拡散転写法画像形成法と撮影機器を公開、その場で撮影シーン画を画像形成し、実験成果を公開した。 その実験成果からインスタントカメラを開発し、後にインスタントカメラ自体の代名詞になるまで、ポラロイドは成長し有名になる。ポラロイド SX-72000 年代に入ってからの急激な消費者のデジタルカメラへの移行の追随,随に失敗し、2001年10月に約9億4800万ドルの負債を抱えて、経営破綻する。 2002年7月には JP モルガン・チェイスのプライベートエクイティ部門であるワンエクイティパートナーズに2億5500万ドルで買収される。この期間にオッピーはポラロイド社の赤字部門の売却と廃止、米国の連邦倒産法で認められている従業員の年金や健康保険の支払いを放棄するなどリストラを行うと同時にポラロイドの名称のライセンスなどで売り上げを得た。 2005年4月27日にペターズグループ、ワールドワイドの子会社である、ペターズコンシューマーブランズに4億2600万ドルで買収され、株式非公開企業となった。現在は、インスタントカメラに関連する事業の他には、情報家電の販売製造事業などを行っている。2008年12月18日、親会社の不正疑惑による財政状況の悪化を受け、 連邦倒産法第11章の適用を、ミネソタ州ミネアポリスの合衆国破産裁判所に申請し、2回目の破綻となった。また、日本法人の日本ポラロイドは、経営、業務を従来通りのまま言っていたが、2009年9月に、ポラロイドから日本法人社長、伊藤優太によるんぼを実施、ポラロイドから独立した経営を行い、2010年1月付で、 社名を株式会社フロントランナーに変更。現在、ポラロイドの商標権を持つ PLRIP ホールディングズから、ポラロイドブランドの家電製品のライセンス供与による販売継続を計画している。一方、2009年4月にゴードンブラザーズグループとヒルコー・コンシューマー・キャプシャルが合同でポラロイドを買収。この2社とグローバルインダストリアルサービスによるコンソーシアムとして、 サミットグローベルグループが設立され、ポラロイドブランドのカメラ関連製品の5年間の更新券付き独占的生産、販売券を取得、デジタル版インスタントカメラやポラロイドブランドのデジタルカメラの製造、販売を行っている。また生産中止となったポラロイドフィルム復活を目指す有志のプロジェクト、ザインポッシブルプロジェクトがオランダで発足。 オランダにあるポラロイドの工場を10年間使用するリース契約を締結し、2010年からの再生産を行っている。日本でもサミットグローバルグループの日本法人として、サミットグローバルジャパン株式会社が設立され、同社が2009年12月より、ポラロイドブランドのカメラ関連製品の取り扱いを開始、2010年以降は、フィルムタイプのポラロイドカメラの販売の再開を、 計画していて、2010年4月に、ポラロイド300、インスタントフィルムカメラと、インスタントフィルムを日本を除いて発売した。しかし、これらは、富士フィルムのインスタントカメラ、チェキと同等の OEM 商品で、ポラロイド SX-70 カメラなど、従来のポラロイドのフィルムカメラを使用する商品では、ない。これに伴い、フロントランナーでのカメラ関連製品の取り扱いを、 終了。2012年9月より日本における代理店をサミットグローバルジャパン株式会社から MCJ グループのテックインド株式会社に変更した。2013年11月より日本におけるポラロイドスマートデバイス商品についてはクロスリンクマーケティング株式会社が正規代理店となり販売。二千十四年十二月よりカメラ関連の商品についても 同社が正規代理店となり販売を開始した。マサチューセッツ裁判所が1976年4月26日に言い渡した判決においてポラロイド社の有する12件の特許権を米コダックが侵害している胸の当事者系特許権侵害訴訟に勝訴した。その後1985年10月11日、75日に渡る侵害訴訟上告信で 7件のポラロイド社の特許権をコダックが侵害している、胸の言い渡しがなされ、約6億ドルの侵害額の損害賠償請求と、コダック製品、プラントの差し止め等が認められた。ポラロイドインバンクラプシアゲーン。 サイツ・ペターズ・チャーチス・ブルームバーグ東部標準時2008年12月19日15時45分付記事 -2008 年12月22日確認。ポラロイド・ファイルズ・ポー・バンクラプシー・アゲイン。シカゴ・トリビューン -2008 年12月20日付。記事2008年12月22日確認。ポラロイド・コーポレーション・イネシーズ。 ファイナンシャルリストラプロセスベイポラロイド社の HP-2008 年12月22日確認。日本ポラロイド社名を株式会社フロントランナーに変更。日本ポラロイド。2009年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年12月3日閲覧。AB ポラロイドのインスタントカメラが復活。IT ティメディア。2009年10月15日。 ポラロイドフィルム復活目指し、有志プロジェクトが活動、アイテメディア、2009年1月20日。ポラロイド日本市場で完全復活、サミットグローバルジャパン、2009年12月3日。インスタントポラロイドの復活、サミットグローバルジャパン、2010年4月28日。ありがとうございます。